小十年南無阿弥陀仏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 。三月を迎えました。春はあけぼのというように古典にも語られていますように、弥生三月です。暖かくなってくると思いますが、今年は浄土宗開宗850年の計算の年です。今回光明寺におきましても4月の10日から14日まで計算大法要が務められます。どうぞ皆様もお参りいただくと何よりのことです。この850年という時間の流れを今日はこんな風に歌ってる伝道掲示板の言葉に注目したいと思います。摂取不捨の御光を仰ぎて850年というこの言葉です。私たちは南無阿弥陀仏のお念仏を申すときに、はじめに光明遍照十方世界念仏至上摂取不捨という、これは観無量寿経第九信心観門の下でありますが、この下を唱えて、それからお一人お一人の南無阿弥陀仏の声に乗せて共にお念仏を申します。実はこの今申してます光明遍照十方世界念仏至上摂取不捨、この下文はお念仏によりどころを持つ者の本当に大事な御仏の言葉です。法然上人は62歳頃に徳心の信心の厚い諸秀というお方、このお方は弟子の安楽坊淳斎のお父さんなのですが、その諸秀という人が法然上人様のところに行きまして、自分は阿弥陀様の立っておいでの阿弥陀様の像を作ったんだけれども、この仏様を開眼していただきたいと同時に、私の死後の供養を共にしていただきたいということを申し出られたわけですね。仏仏像を開眼、仏の目を開くということはよくよく皆様もご存じだと思いますが、自らの死後の供養を願うというこの気持ち、これを逆襲とこのように言います。逆襲の逆は、逆らうという字と襲は治めるです。どういうことかと申しますと、私どもは亡くなってから法要を務める、お葬儀をする、これは順襲と言ったらいいと思います。亡くなるその次にということですが、今申しているのは逆襲なんですね。生きている間に分かりやすく言えば、自分の お葬儀のその法要のそのお説教をしてください、このように申し出たわけです。その申し出を受けまして、法然上人は逆襲説法という
説法をなさった記録があります。その中でこのようにおっしゃってるわけですね。阿弥陀様はとりわけ自分の名を唱える名号の功徳によって衆生を救い取り、このことをお釈迦様も多く阿弥陀様の名号を褒めて未来に広めておられますよ、というふうに語っておいでなのです。この名号ということ、つまり南無阿弥陀仏というのはインドのサンスクリットのナモアミタブッダ、これがそのまま耳に入ってくる表記で南無阿弥陀仏というふうにこの私どもは馴染み親しんでいるわけです。これはインドの言葉であり、漢語に翻訳すると実は無量寿仏といい、また無量光仏ともいい、無辺光仏ともいい、無下光仏ともいい、無体光仏とも言われ、遠能光仏とも言われ、清浄光仏、歓喜光仏、知恵光仏、普段光仏、そしてまた朝日学光仏というように12の名称で述べられているのです。で、阿弥陀仏というその仏は今申したような12の名称でもってその光明の働きを私どもに注いでくれてる、まあ、そういうことが実は無量寿経の光明単独章という部分に詳しく述べられています。そこで法然上人は、ですから名号の中には光明と寿命という2つの意味があるのですよと、まあ、このようにおっしゃっています。で、その光明の働きには常光、常なる光と神通光、神通力の神通ですね、神通光とがあると、このようにおっしゃってます。どういうことかと申しますと、常光というのは常に誰をも照らす光である。神通光というのは特に阿弥陀様が慈悲の心で照らす光である、このように言うことができると思います。つまり先ほど申しましたように、私どもが光明遍照十方世界という偈を唱える、それは光明はあまねく十方世界を照らすということですね。これは常光です。そしてその次に念仏衆生摂取不捨、光明は念仏の衆生を摂取して捨てたまわず、つまり特別な時に照らす神通光であると、まあ、このように法然上人は逆襲説法の中で述べて、おられます。つまりお念仏する一人一人を納め取って捨てることがない光である、そういうこの光の作用をお念仏をするということによって私どもは受け止めることができる。つまりシャワーのように
浴びることができるというふうに言うことができると思います。この心を法然上人はご存知のようにお歌で月影の至らぬ里はなけれどもというふうに上の句を歌います。月影、月の光がどこもまんべんなく照らすのですよ。これは上光なんですね。下の句は今度は眺むる人の心にぞすむ、ふっとあお月様だというふうに気がついて、お月様と自分とが通う時にお月様の光が自分をちゃんと照らしてるし、またお月様の光に自分が落ち着いていく、そういう光を感じ取るということを語ってるわけですね。そのように法然上人は南無阿弥陀仏のお念仏を非常に我々に分かりやすく述べてくださってます。ですから法然上人が浄土宗をお開きになったというそのお念仏、本願の称名念仏はまさに摂取不捨の身怒りなのですね。法然上人が浄土宗をお開きいただきましたから、私どもはその身怒りを仰いでずっと歳月を重ねて850年という月日の今を生きてるわけです。これは素晴らしいことだと思います。でも夜外に出るとお月様が私どもを照らしてくれてますけれども、今申してるような思いでお月様のあのね満ち欠けがある、しかし満月の光こうとした光を受け止めるという感性はひょっとすると現代の私たちにはないかもしれません。しかしよくよく今法然上人が歌っておいでのような世界を私どもは取り返す、またああそういえばそうだなという気持ちを抱く、そういう意味での浄土宗開宗850年という理解をしていきたいものだと思います。そういうふうに法然上人の南無阿弥陀仏の称名念仏があるわけですから、法然上人はお年を召されてからも南無阿弥陀仏の一声一声の中に自らの摂取不捨の身光をお受けになられておいででした。法然上人が74歳の時に法然上人の御教えがその時代のいろんな階級の老若男女に広がる中でこのような出来事がありました。それはその頃法然上人のお弟子さん方はお寺で特別な気持ちでお念仏を申し、また礼賛を朗々とこの奏でるというようなそういうこの場を持っておりました。十蓮坊安楽坊というお弟子さんがそのようにしてちょうどこの新山、今回光明寺のある付近ですけれども、東山沿いの獅子ヶ谷というところでそういう会合を持ってましたら、そこに御所の女官が2人ほどこのお参りをされて、大変信心を強くお持ちになりました。そしてそのお方たちは出家されました。実はちょうどその折にもうすでに皆様方も
ご存知のことだと思いますが、後鳥羽上皇が熊野の方にこの行幸お参りであった留守であったと。でその折に今申したように御所の女官たちが、南無阿弥陀仏の信心にこの気持ちを熱くされたと、そういうことに大変激凛されてというふうに記録では残っています。そしてそれはどういうことかと言いますと、法然上人のお念仏の教えに集う方々、そういうふうなこの時代、そういうこの庶民の気持ちというような事柄、そういうことが御所の関係者の中から起こったということでもあるのでしょうか。今申したように後鳥羽上皇は大変怒られて、十連安楽という二人の法然上人のお弟子をこの河原場でその処刑をしたというふうな記録も残っています。出家した僧侶をそのように処刑するというふうなことは歴史上まれなことであるというふうに研究している歴史家もいます。それほどにこの時代のお念仏に誘われながらお念仏を心の糧として懸命に生きる方々が多くあったという証でもあるというふうに思います。今申しているようなことが一つの原因になりまして、75歳の法然上人は流罪の身になります。許可がある、つまり弟子のそのようなことは師匠の責任だ、まあ、こういうふうな許可をこの与えられます。そして、現属、つまり世俗のこの身分で土佐の方に流されていきます。藤井義彦という名前に変えられましてね。そうするとですね、お弟子さん方が大変嘆くのです、はい、それは師匠である法然上人様ご自身がそのようにして、ね、逆らうというふうなことでもないし、また阿弥陀様のこの身旨のままに過ごしておいでの師匠法然上人にそのような咎を与えるというようなことについて大変この反対をすることがありました。時の関白九条兼真は法然上人がそのようになっていくことを大変嘆きまして、一夜をね、過ごすことがありました。その時に兼真は別れることを大変嘆き寂しいということを申し述べると、法然上人はですね、人の世というのは会者常理に、ね、別れるということはこれは常のことなのだというふうに諭されます。そして法然上人はご流罪になるわけですが、今で言えば鴨川の武田というところの武田図という、そこに船着き場がある、そこからこの土佐の方にずっと淀川を通って瀬戸内の方からというふうな道筋だと言われています。そういう折にその今のご流罪の、ねまあ、船に乗せられていくという、その時に弟子の方々との別れがあります。お弟子さんは先ほど申しましたように法然上人ご自身が誤ったことをしたのではないのだから、そのように咎を受ける必要はないじゃないかとか、いろんなことを申され悲しむわけですね。師匠と別れるわけですから。
そういう弟子のいろいろな言葉を聞きながら、法然上人はお互いに生きていても別々のところにいれば会うことはできないじゃないかと。またたとえ山海を隔つ遠方にいても、実はもう一度必ず会えるんですよと。浄土の再会ということをお弟子さん方に悟されます。これは素晴らしいことだと思います。お浄土でもう一度会えます、何ぞ疑わぬという法然上人のお言葉です。今申しているたとえ三回を隔つとも浄土の再会何ぞ疑わぬというこの言葉も今月の言葉で伝道版に出ています。私どもはこの世での出会いということに全てをかけようとしますけれども、しかしそれはご存知のように会者常理というふうに、または諸行無常というふうに、お釈迦様は私どもに教えてくれてます。諸行無常ということだけで終わるならば、それは後に何にも残らないことになります。会者常理、出会ったものは必ず別れるんですよということだけではあまりにも寂しいことです。法然上人はそうではなくて、尊く人と人との出会いはどんなことがあってもお浄土でもう一度必ずお会いできるのですよと、このことを疑ってはいけませんというようにおっしゃるわけですね。先ほど申しましたお念仏を申すということによる神通光、光明の光をシャワーのように浴びて、私どもは摂取不捨の御光をいつもいただくことができる。そのことは同時に、私どもはどのようにお互いに山海また距離を隔てていても、もうこれで終わりだということではなくて、阿弥陀様に迎えられてお浄土で共にもう一度お会いすることができることを疑ってはいけませんというふうに、法然上人は私どもにちゃんと諭してくださってます。現代社会は常にこの世的です。生まれてきたものが生きている、生活をしている、そして死を迎えるということで終えていくということで、何も疑問を感じない、何もそのことに関して自ら振り返りながら深く考えるというふうな時間も与えられないような現代ですけれども、私どもには南無阿弥陀仏と声に唱えるお念仏、妙法の光明の御仏の道からをいただきながら、一人一人が心の杖として歩みながら、そして今申してますように、摂取不捨の御光を仰ぎに仰いで、そして自らの行く道の最後を阿弥陀様に任せて、浄土の再会を共に大事に、ね、しながら今こうして生きてるということを、一人一人が意味深く味わうことを教えてくださってると思います。今年は浄土宗が開かれて850年で、
お念仏の声がいろいろな場所で轟き渡ることを、そしてお念仏の御心が一人一人の心を導き癒し、そしてまた今申しているようにお互いにお浄土で再会できるのですよという気持ち、そこに真実の平和と豊かさがもたらされてくるのではないかと思います。ありがとうございました。道生10年、ナムアミダブ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 ツ、ナムアミダブ。